あ、話できない感じっすか。怖っ。ホラーやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれか、デクナッツのとこクリアしたんよね。え、私はこれから一体どこへ行けば。いやマジさ、あのあれなんやけど、ドラクエみたいにあらすじが欲しいんやけど。いや今回ね、え、どれぐらいぶりよ、めちゃくちゃ久しぶりなんですけど、あのあーやめて、え、普通に泳いで、あのめちゃくちゃ久しぶりなんよね、プレイするのが。な、何をすればいいんだ。デクナッツのところをクリアしました。あ、とりあえずなんかさ、写真のコンテストみたいなのが、ん、猿、猿おるよ、猿。もうちょい、猿じゃないやん、カエルやん。君はお話できるカエルかい。特に何もできねえな。あ、怖い怖い怖い。こっち向いていけばいいんかな。たく、あのドラ息子、またどこかでサボってやがるな。いい年こいて妖精ごっこもないもんだ。あ、いらっしゃい。お客さん、もしかして写し絵持ってきたんだったら残念。え、何、残念だけど。待って、コンテストは終わっちゃったよ。あ、でもボートクルーズは新しいアトラクションが始まるみたいだから、そこの窓口で詳しく聞いてみてくれよ。せっかくやったのに準備中じゃねえかよ。いやでも多分この新しいアトラクションっていうのも、まあおそらくただの遊びなんだろうな、ミニゲーム的な。とりあえず聞きに行こう。恐怖の雲館、この先すぐ。何、恐怖の雲館って、この先すぐ。あ、雲屋敷、これ、なんか蜘蛛の巣が張っとるとこ。なるほどね、そういうことか。恐怖の蜘蛛屋敷って言ったよね。嫌やな、蜘蛛館やった。え、あのさ、薬屋さんどこ。え、ねえねえねえ、薬屋さんはどこですか。ないの。一旦町に戻る。何をするにもあの町が中心なんかな。あそこ行ったことあるとこかな。でも割とどこもさ、あの町から近いところにあるけん、全然行ったことあっても不思議じゃないんよな。いや、来たことあるような気がしなくもない。あ、ここロマニー牧場じゃない、ほら。キモい。何、剣盗まれた。待って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 、無理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 。待って、どこ、剣盗んだやつどこ、出てこいや、おい。え、どこですか。剣、くそー。なんだよ、最悪じゃねえか。とりあえずあれだな。え、ちょっと一旦町戻ろう。剣って普通に売りよったよね。買おう。最初の朝、あと72時間。よっしゃ、行くぜ。山は北門から出るのが近いわよ。ありがとう。ヒント。あ、剣持っとる。ありがとう。ってことは、どれぐらい。爆弾がねえぞ。え、ボム袋はある。ね、ちょっとボム袋あるんなら爆弾も残しといてよ。なんでゼロなん、信じられんねえけど。なんなら矢もないわ。え、これゼロってことよね。違う？え、違わんよね。はぁ、あ。
テンション下がるわ。まあ、でも一応この辺のクリアしたやつはちゃんと残っとんやね。オッケーオッケー。いや、マジでさ、爆弾爆弾をくれよ。いや、今さ、お金がないんだ。せっかく買ったのに。え、あったよっていう事実だけ残って、そのもの自体は取られていく感じ？最悪やん。え、ここどこって言った？南？ちょいと待って。え、ここが東。北から出るのが近いって言ったよね。こっちか？北。あ、こっちか。ブロックタウン、北。よしよし。出ていきましょう。これ、君、待ちなさい。この先の山に何か用かい？町の外は武装だから、君のような子供を一人で外に出すわけには。ケン？失礼、子供扱いして悪かったね。この先は山のあるスノーヘッドだよ。気をつけて。ありがとう。まあね、リンクたちの一族は、そんなに年を取らないので、見た目的に。言うて成長はするんやけどね。青年期みたいなのちゃんとあったやろ。あ、爆弾ゲットできたんやけど。マジで？その辺で爆弾回収できるんや。嬉しい。知らん。てか、矢も回収できたんやけど。嬉しい。あ、じゃあもういけるやん。ゲーイ。ただ単に爆弾を買うためのルピーを集めようとしよったんやけど。え、なんならあれなんやけど。なんか矢も、すでにもう20本。うえい、びっくり。毎回ながら。ねえ、矢も20本もあるよ。え、さっき数本しか拾わんかったことない？あれ1本拾ったらなんか10ぐらいあったりする？ここまたあれかな？あの上の巨大な氷落とすところからかな？あ、ぽいね、ぽいね。よっしゃ。でももう分かったけんな。もう分かったけんな。は。よいしょー。いったいった。そのうち今度はジャンプができるようになるってことなんかな。爆弾切り替えとこう先に。あのなんか白い塊がやってくるけん。爆弾もなんか数個しか拾ってない気がするのに10個あるな。あ、1つ拾ったら10個とか。あ、そっか、白い塊は何？時間帯が違うってこと？なんかわけのわからん敵が今飛び跳ねてきたよ。きってやー、雲。うやだー、キモーい。あ、待って、あぶねー。よっしゃ、行こう。いや、だから私雲嫌いだって。マジ雲嫌いだって、やめてよ。イエーイ、ちょっとキモい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 。しかもきっちりバラバラになる。この先山里、深い雪と吹雪に注意。雪玉はゴロンなら簡単に壊せます。あ、え、あれか、ゴロンのお面があればいいってことかな。要はもうなんか唐突に雲が飛び出してくるのさ、めちゃくちゃ心臓に悪いんよね。来た、山里。やっと進んだよ。寒そうなところだな。え、凍えてる。あ、そっか、ゴロン族が住んどるところって火山とかじゃなかった？なぜ雪山に？ね、ゴロンの里ってなんか火山の中にあったよね。めちゃくちゃ震えよったけど。この先山の鍛冶屋、どんな剣でも切れ味抜群、いい仕事します。おお、それ鍛えてくれるってこと？めっちゃいいやん。でも鍛えたやつとかでも余裕で持ち去られたりするんかな。絶対嫌なんやけど。ちっちゃいおじさん、あ、話できない感じっすか。怖っ、ホラーやん。でかいでかい。なになになに、
うるせえ。びっくりした、自分で言ったんかと思った。人がせっかくいい夢見て。いらっしゃい、仕事は遅いが切れ味抜群、山の鍛冶屋にようこそ。仕事は遅いがっていう言い方したらあれやね、丁寧にしよるっていう意味なんかもしれんけど。ね、乳首出てますけど。ちょっと服おかしくない？俺は主人のズボラだ、よろしくな。ズボラなんかい。え？それちゃんと鍛えてくれるの？目怖いんですけど。お前は黙っとけ。そっちのバカでかいのは俺の上司でガバラ。力だけのデクノボをやろうさ。ところでお客さん、剣を鍛えに来たのかい？残念だけど、今うちは開店休業中なんで。開店休業中？ここんとこの異常な寒さのせいで、あ、もうちょっと厚着した方がいいのでは？見てくれ、炉が凍りついちまった。このまま春が来なきゃ、うちの商売も上がったりさ。この凍りついた炉をなんとかできればな。え、なになに？熱いお湯ならこの炉の氷を溶かすこともできるんじゃないかって？言葉がわかるのか、ちゃんと。わかった風なこと言うな、このデクノボ。いや、なに、こいつ俺んちの裏山に昔温泉があったって噂話を信じてるんだ。まあ俺はそんな言う話は信じちゃいないけどな。裏山に？なるほど、じゃあそこに行けばいいんかな。凍えてんな。めちゃくちゃ凍えてんな。俺んちっていうのがこれよね、の裏山。こっちは来た方向とは別かな。ちょ、なんか見る方向変わったらマジで方向が分からなくなるんだけど。この先ゴロンの里、白い狼、ホワイトウルフォスに注意。ホワイトウルフじゃなくてホワイトウルフォス。ジンクル。ええムカつくな。うん、あ、危なかった。大丈夫か。ね、白い狼は出てこんけどさ、青い雲が出てくるんですけど。あ、ツルツル滑る。ずっと走り続けよったけん、ちょっと最初気づかんかったけど、めっちゃツルツル滑る。あ、待って。てかさ、あれやん。危険、危険。時の流れをゆっくりにしてない。ゆっくりにしとこう。これやったよね。え、下へ右、下へ右、はい。あぶねえ、もう1日目が終わろうとしよる。下、下へ右？下、間違えた。下へ右、下へ右。OK？でもよかった。一日目が終わる前に気づいてよかった。はい。時の流れを遅くします。絶対時間戻すたんびにこれしとかんかったら、すごい速さで時が過ぎていくもんね。やばいやばい。待って、どこだ？ここの上か。降りる必要なかったんじゃない？橋を渡って、じゃ、まずそこの、おお、こいつか。え、なに、毛硬くない？てい、てい。めちゃくちゃ素早いやん。え、ちょ、待って、強くない？私の体力がやばいんすけど。はあ、早いって。早いって。で、この辺に、はい、出てきた、出てきた。はいはい。ちょ、いい。いらん、いらん。あ、間違えた、間違えた。間違えた。ちょ。いけい。このシャボンの色が変わるのは一体何なの？あ、来た来た。あ、待って、私今ルピー持ってないんじゃない？23もあるな。え、でも、もっと必要な気がする。むむ。そっか、この世界では初めてですね。はい。いいよ、いいよ、毎回そういうの。まあ、向こう的には毎回初めてなんやろうけど。で、マップは？スノーヘッド。もっとんかい。
ロマニー牧場は持っとんかな。何回自己紹介するね。ロマニー牧場はルピー足りんかったルピー足りんかったわ。くそ邪魔です。とりあえず人間体に戻っとこう。あ、ゴロンの里。あ、なんかあれか、このまま春が来なければみたいなこと言おったけん、やっぱ異常気象ってことなんよね、きっと。やけんゴロンの里がこんなことになっとんや。さ、寒いゴロ、この寒さの中で門番するのは辛いゴロ。ゴロンの祠に入りたいゴロ。ゴロンの祠、はいじゃあゴロンプレスで入り口を開けるけど、中が寒くならないようにすぐに閉めるから急いで入るゴロ。準備はいいゴロ。もう扉は開いているゴロ。すぐに閉まるから急ぐゴロ。まあでも絶対また言ったら開けてくれるやろ。とりあえず一旦うろつかせて。あ、閉まったっぽい音が。あ、フクロウやん。怖いな。あ、これここからじゃ話せん感じっすか。下に行かんといかんのかな。いいよ。この先離れ山の祠は落下事故に注意。ほう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 、また会ったな妖精の子よ。わしの石像は役に立っておるか。どうやらお前はわしの見込み通りこの地の運命を変える力を持っておるようじゃ。じゃがこの先はもっと厳しい試練がお前を待っておる。すごいね、時を超えてもみたいなことをなんか言おったような気がするけど、ちゃんと記憶あるんよね、フクロウさん周りのゴロンたちを見るがいい。この山はもうじき雪と氷に覆われ、生きる者の住める場所になる運命じゃ。よほどの勇気と決意がなければこの先に進んでも途中で倒れてしまうのがオチじゃて。まあその勇気と決意がお前にあるというのなら別じゃがの。どうじゃ、それでも進むか。まあ進むしかないですよね。進まずに平和に暮らせるならそれがいいんですけどほうほう、なかなか見どころのある子じゃ。よし、お前ならこの山の運命を変えるだけの力を持っておるかもしれん。今からわしがあの祠まで飛んでいくから、その後をついてくるのじゃ。見た目にとらわれず感じるままに進めば道は開けてくるものじゃ。よいか、わしの後についてこい。いいよってやつよね。え？え？待って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 。え？待って待って待って、ちょっともう一回もう一回。なかなかうまくいかないようじゃな。ほうほう、初めのうちは誰でもうまくいかないものじゃ。なんか鳥の羽が落ちとったよね。そこを歩けってことか。じゃが決して焦ってはいかん。なんかくねくね飛んでいきよったもんね。焦りは不安を呼び心を乱す。どうじゃ、もう一度やってみるか。やってみます。よし、わし側の祠まで飛んでいくから、飛んでいくから、その後をついてくるのじゃ。よし、じゃあ行くぜ。え、これ普通に落ちるんですけど。そんな足場小さいのえ、なんかちょっとした柱の上みたいなところをジャンプしていく感じ。地続きの道があるんじゃないんかい。え、待って、怖いな。待って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 。ちょっと待って、見えないんだけど。マジ見えないんだけど。羽なくなったよ、ちょっと。ね、羽なくなったって。はい。
怖い怖い怖い。はあ、あ、いけそう。うわ、いける、来れたよ。ほうほう、確かにお前の勇気と決意は見届けた。多少のなんか、なんていうん、助走をつけるぐらいの距離はあったっぽいね。これから先も見た目に騙されることなく、自分の感じたことを大切にするのじゃ。さあ、祠に入るがいい。中にはお前の冒険の手助けとなるものが眠っておる。帰りはそれを使ってみることじゃ。ではまたいつかお前と会える日を楽しみにしておるぞ。何？帰りに早速役立つもの？あ、んー、もうすぐそこなんやね。なるほど。このためだけのってこと。何何中身。あ、誠のメガネだ。そうそう、不思議なものが見えてくる便利なメガネだ。確か C にセットして C で使う。魔力を使って真実が見え、もう一度押すと効果が消える。真実？誠のメガネ。じゃ、爆弾のとこセットしとこう。ラーの鏡的なこと？あ、道が見えるようになるってこと？うわ、めっちゃ見える。あざっす。これはいつまで見える感じ？若干足場自体も滑るんよね。やだわ。え、なに、誰？え？誰？なんかおるんやけど。